突然ですけど、皆さんノード PC ってどのぐらいのサイズのやつ使ってます？大抵の人が13インチのモデルを使ってると思うんですけれども、それって持ち運びやすさとスペックのバランスが取れてるからだと思うんですね。これからは13インチじゃなくて15インチがノート PC のメインストリームになるんじゃないかって思わせる一台が出ました。それがこのサーフェスラップトップ3です。かなりよくできたマシンなのでハンズオンしていきたいと思います。これ結構やばいマシンになってますよ。今まで15インチ級のノート PC って、まあ、重量がだいたい2キロ前後、MacBook Pro だと15インチで 1.8 キロぐらいあったんですけれども、この Surface Laptop 3はそれが 1.5 キロまで軽くなりました。で、300グラムぐらいの差、まあ、缶ジュース1本ぐらいなんですけれども、バックパックに入れて持ち運ぼうっていう気にさせる重量なんですね。で、15インチを持ち運ぶことの何がいいかって、もうとにかく画面が広いこと、もうこれにつきます。サーフェスは画面の比率が横3縦2なんで、同じ15インチの中でもちょっと面積が広いんですよ。そういったマルチウィンドウ、マルチタスクをやりたいって思った時に、もう15インチの広さは圧倒的に快適です。あと今回のモデルからパフォーマンスモデルとして、AMD の Ryzen を採用したモデルが用意されてます。まあ実際にこれがそうなんですけれども、で、この Ryzen モデルの何がいいかって、グラフィックパフォーマンスがインテルの CPU より高いとされてるんですね。例えばカメラの現像だとか、まあ、ちょっとした動画編集だとか、そういった作業をする人に関しては、この、Ryzen モデルがすごく、マッチするというふうにマイクロソフトは言ってます。ゲームも多少は動くんですけれども、例えばフォートナイトとかも全然プレイはできます。でもプレイはできるんですけれども、標準グラフィック設定だと、まあ、大体30から 40fps がいいとこなんで、ガチでやるっていう分にはちょっとまだパワー不足かなって感じします。ただ楽しんでカジュアルにプレイする分には全然このマシンでもゲームは楽しめるんで、そういう用途でも使えますね。あとはまあ細かいところをチェックしていくと、キーボードなんですけれども、キーボードはストロークが深くて、ちょっとフカッとした感じ、底付き感、クリック感のない感じです。まあ、これはちょっと好み分かれるかなっていう感じです。僕はもう1日ぐらい使ったら慣れちゃったんですけれども、もっとクリック感、これだけストロークあるんだったらクリック感ちゃんと欲しいなっていう人は結構いそうかなと思いました。あとボディのビルドのクオリティがめちゃくちゃ高くて、あちこち見回しても本当に精度よくきっちり組み上げられてるなっていう印象を受けました。で、本当にデザインかっこいいですね。黒だからしまって見えるっていうのはあるんですけれども、最後に気になった点がいくつかあります。一つがまず USB ポートがめちゃくちゃ少ないです。 C が1個と A が1個以上で、外に何かつけようと思ったら MacBook 以上に苦労すると思います。一応ここにSurface 用のコネクタ、 Surface ドックコネクタっていうのがあって、ここをベースに拡張することもできるっちゃできるんですけれども、もう今このコネクタほぼ充電専用になっちゃってて、あんまり使い道はないかなっていう感じです。あともう一つ気になるのが、この黒ボディに限った話なんですけれども、指紋がめちゃ目立ちます。で、これはね、シルバーモデルの方をお勧めします。で、ライバルとしては、まあもう明確に Apple の MacBook Pro の15インチだと思うんですけれども、実際にこれかなり軽くなってるんで、13インチと15インチのいいとこ取りな、雰囲気すらあるんですね。で、このあと、Apple も新しく MacBook 15インチをリニューアルしてくるとは思うんですけれども、もちろんスペックの面では、必ず匹敵するかそれ以上のものを持ってくると思います。ただ重量に関して、Apple がどれぐらいこの軽い方向に舵を切ってくるかっていうのは、ちょっと興味深いところ、見てみないとわからないところはありますね。もし、16インチが相変わらず重いマシンだったら、この Surface Laptop 15インチとはかなり住み分ける形になるかなと思います。ハイパワーでモバイルできるサーフェスか、それともハイパワーでどっしり腰を構えて作業できる MacBook Pro か。15インチの軽量ラップトップは、このサーフェスの他にもバイオや LG なんかも用意していて、結構これから盛り上がってくるんじゃないかなと思ってます。以上、ギズモードジャパン唐本でした。